青コーナーより驚異の IQ レスラー柏田和樹入場。柔術ハンターが今軽快に入場してまいります。赤コーナーより UWF 最後の継承者田村清入場。U 最後の遺伝子田村清が入場してまいります。青コーナー180センチ、85キロ、柏田和樹。赤コーナー180センチ、87キロ、田村清。レフリータイガー服部。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。膝へのキックです。自分の距離で戦ってますよ。この調子ですよ。はい、相手に入らせませんね。逆に上になります。展開が止まります。ここは膠着しています。これは読まれてますね。はい、ナイススイープですよ。はい、嫌がってますよこれ。マウントを取ります。抜けてまいります。顔面が歪みます。あっとパンチです。ローを打ち込みます。ローを打ってまいります。キック攻撃を見舞います。ローキック、ナイスタックルですね。完璧にカウンターをつきましたね。カウンター気味に入りましたね。テイクダウンを奪います。マウントに移行します。動きが止まってしまいました。下から返してまいります。スイープしてまいります。グラウンド状態からのパンチ攻撃、そのままパンチを払っていく。危ないパンチ攻撃、パンチで返します。ストマックへの攻撃であります。させません。パンチで返します。させません。パンチで返します。させません。グラウンド状態からのパンチ攻撃、させません。パンチで返します。させません。パンチで返します。危ないパンチ攻撃、そのままパンチを払って
スガード。パンチで返します。強烈に打ち込みます。ストバックに突き刺さります。おっと、しがみついていった。ストバックに突き刺さった。ダメージありますよ。はい、あっと返した。逆に上を取った。逆に上になった。スイープで切り返す。ガードの体勢。逆に上を取った。危ないパンチ攻撃。そのままパンチを払っていく。ストマックを狙っていく。あと逆にパンチさせま。グラウンド状態からのパンチ攻撃。いいポジションですよ。はい、させません。落ち着いて取った方がいいですね。はい、逆に上になった。スイープで切り返す。危ないパンチ攻撃。